今日は青空です、太陽が顔を出してお花見日和かなと思うんですけど、毎年ですね花見行きたいなと思うんですけど、行きたいなって思うだけのイベントになり下がっています。羊コーヒーの森です。お花見といえばそうコーヒーですね。コーヒーといえば、コーヒー向け電気ケトルというわけで、今日はですねこのレアっ子の電気ケトルレビューしていきたいと思います。どうぞ。はい、それではコーヒー向け電気ケトルレビューやっていきたいと思います。多分このメーカーの読み方レアっ子だと思うんですけど、間違ってたらごめんなさい、ちょっと出てこないんですよ。なので、レアっ子でいきたいと思います。今日のところは間違ってたらぜひ教えてください。でですね、このケトル最近のですねこのレビューラッシュもありがたいことになんですけど、かなりあの案件いただいて、実はですねレアっ子さんはまあちょっとお断り入れようかなと思っていたんですけれども、ぜひ使ってほしいと再三ラブコール受けまして、そこまで熱意があるんだったら逆に使いたいなと思って依頼受けました。ちょっと事前の情報がですねあまりこう出てこない商品で、まあ本当調べるのもあるのかもしれないですけど、情報少なかったので死ぬほど言わず開けていきたいと思います。開けます。これね、あの完全にね日本語訳してある説明書がついてるんですよ。しかもなんかねすごい説明書なんですよ。ほら、ただなんかディティールが、その日本語のディティールがちょっと怪しいところがあります。でもちゃんと理解できる日本語なんで、すごくなんか可愛らしいんですよ。例えばここに何か質問やご不明な点ございましたらって書いてあるんですよ。まあいいんです、ここは開けていきましょう。じゃあはい、開けてみますとこんな感じ。どうですかね、結構おしゃれですよね。なんか黒のマットな感じですね。ツヤなしのマット、ザラザラした感じ、ちょっと高級感があって、まあ、この辺り金じゃないか銅かみたいな感じ。まあここはあの実際は樹脂製ですね。でね、なんかねめちゃくちゃ軽いんですよ。なんかね今まで使って電子ケトルの中で一番軽いかも。まあ、こっちに関しては、まあ、普通ぐらいだけど、台座がねなんかね驚くほど軽いんですよ。ちょっと実際使ってみましょうか。でちょっとコンセント入れてみましょう。はい、おお、ミキサー P のタイプですね。でこれを押すと、あもうこれ加熱始まっちゃってるのかな。あそうですね、空炊きになっちゃう。じゃあちょっとお水入れますね。あマックス線これか、マックスまで一応グラムで測ってみましょうか。ここにねマックスって書いてあります。ここまでちょっと入れてみます。結構入る。はい、ここまで900、スペックだと、おスペック通りですね、 0.9 みたいなんでスペック通り入ります。ぴったりですね。まあ当たり前か、一応ね、ちょっと毎回疑り深いんで測りますけど、はい、じゃあこれで、で今もう一回、あ、そうか、2回目のピで、ここが今点滅始まったんで、これで加熱状態と、ちょっと一回切ってみますね。で、今ですね、温度の表記が、はい、こんな感じで、多分これ下が設定温度かな、そうですね。このダイヤルで温度を上げていくと、まあ、今回100度にしましょう。で上が多分今中の温度、これ温度の切り替えですね。でねこれね、まあ、これが保温だと思うんですよ。まあ、これよくある機能で、ね、タイマーついてるんですよ。はい、これ多分コーヒー入れるときにカウントアップだけ使えるようになってて、これまあまあいいっすよね。スケールの方にタイマーついてなくても、まあ、ここについてればコーヒーのドリップに使えると。これでリセットになるんですね。はい、こんな感じ。じゃあちょっとお湯沸かしていきましょうか。15度からスタートして、どれぐらいでお湯沸く、これ測れるかな。ちょうどいいね、15度スタートで。
1200ワットなんで、まあまあまあどうですかね、あっという間に湧くかな、ね、自らの性能を自らで測定できる仕組みになってるっていいね。一応まあ900でマックスですからね、マックスにした時のタイム。なんか線香花火みたいなニュースだけど大丈夫かな。電熱線が多分新しいからなんかちょっと燃えてるかもしれないね、何かがね。こう手持ち花火やって夏にこうわーってわーってやってこう煙の中に入ってったりするじゃないですか、あの時の匂い。線香花火っていうか手持ち花火だね。なんか懐かしい、なんか浴衣着て手持ち花火やってる時の絵がもうここで浮かぶ。懐かしい気持ちにしてくれる商品だね。なんかこのドットパネルはいいね。なんか今結構滑らかな文字とかにこだわるけど、逆にそのドットでって可愛いね。あれカンストしちゃった。はい、炊けました。ちょっとホールド保温してみよっか。これで、あ、これ保温状態、これで保温できるわけね。保温しとけばね、熱々で注げるから。じゃあちょっとコーヒーを入れましょうか。うん、ちょっとね、浅煎りのコーヒー入れようと思いますよ。ウガンダのちょっと温めます。あー、ここに親指を置く感じなのかな、こう。あ、でもこの俺手でかいからかな、ここがめっちゃ開くからちょっと疲れるかな。あ、なんか変なとこ釣りそう。危ね危ねこう持ってるからこう持ちたいね。じゃあ入れていきますよ。さあ、やっぱこう親指よく釣るな。普通にこういきます。あ、注ぎは点滴、あ、点滴ちょっとテクニックいるね。細いのは、うん、まあ、ちょっと乱れはあるか。あ、でもこれぐらいの細さはいけるね。点滴もいけます。かなりね、あのね、点滴とかね、こう微妙なコントロール、こうこのまんまこう素直にこう持って、ここの動きでこうコントロール、ここね、ここわ、ここにこう肘をこうつけて固定してこうすればかなり微細なコントロールやりやすくなると思います。はい、こんな感じ。ちょっとざっと入れてみましょうか。はい、さーっと入れて、あ、切れはいいんじゃないですか。ほらほら、切れはね、いいよ。分割系のこうガーッとこう入れてピッて止めるのはいい感じかもしれない。はいはいはい、ピッと、あ、レスポンスはいいっすね。軽いね、他のケトルと比べてもね、軽いかもしれない。やっぱりなんか重心かな。はい、入りました。じゃあちょっと感想を言いながら飲んでいきたいと思います。はい、じゃあコーヒー入りましたので飲んでみたいと思います。うん、あ、美味しいですね。うん、ちょっと熱々のコーヒーが好きなんで、電子ケトルで入れたら、あの、熱々保てるじゃないですか。結構ですね、私好みのコーヒーが入りやすいんですよね。じゃあここでですね、電子ケトルについてちょっとお話してみたいと思うんですけれども、まあこの製品に限らずって話にはなってくると思うんですけれども、電子ケトルって今結構、まあ、みんな当たり前に使うようになってきたじゃないですか。でその中で選ぶポイントって、まあ、大きく2つあるかなと思っていて、1つはブランディングですよね。で2つ目が機能だと思うんですけど、まあ、1つ目のブランディングっていうところに関しては、まあ、デザインとか、まあ、そのブランドの名前が持つ力とかだと思うんですけど、うん、まあ、レアコっていうブランドは日本では全然知られてないですし、まあ、そこに関してはかなり厳しいと。まあ、バルミューダとかだったらなんとなく高いお金出して買っちゃうじゃないですか。同じぐらいの機能でも。で、このレアコっていう
会社さんはまあ知られてないっていうところで、まあ、これからだと思うんですけど、まあ、メールしてる感じとかその熱意とか、まあ、この商品を売りたいんだっていう気持ちとかっていうのは、まあ、ハゴギさんの時に感じたようなちょっと気持ちよさがあるんですよ。まあ、ここはですね、応援したいなって思ってしまう、私のですね、個人的な感想なんですけれども、会社自体はですね、すごいいいと思います。で、まあ、デザインとかも、まあ、マットな感じで、まあ、ちょっと高級感出してっていう感じだと思うんですけど、台座が非常に軽いっていうところとか、まあ、これメリットでもあるんですけどね、あの持ち運びとか。まあ、でも、ほぼ置いときますよね。っていうともうちょっとこう安定感があってこう結構ずれるんで、まあ、安定感があって高級感という意味ではもうちょっとこう台座重くした方がいいかなとか、まあ、いろいろそういうところは思いました。デザインもですね、あえてちょっとレトロ感のあるデザインとか、まあ、ちょっとこう、ね、この辺りがブロンズだったりとか色の感じとかね、まあ、すごくシンプルなピクトグラムでの表現だったりとか、まあ、非常にいいんですけど、まあ、似たり寄ったりで突出してなんかすごく奇抜なデザインの電子ケトルっていうのがないかなっていう印象で、まあ、埋もれてしまってるような、まあ、業界全体としてですよね、まあ、電子ケトルってそんな印象が私にはあります。で、機能っていうところで見てみると、このケトルの機能一番大きいところはタイマーですよね。タイマーがついてる電子ケトルっていうのはなかなかないと、まあ、ここは1個出てるんですけれども、後の性能はまあ似たり寄ったり、まあ、しょうがないのかもしれないですけどね。なんか魔法の水ができるわけでもないし、まあ、機能に全振りするんだったらティファールが結構早いかなと思うんですよ。だからティファール選ぶとか。で、あと一つ機能のところで結構重大なお話があって、ここは本当注意してほしいんですけど、匂いがするんですよ。まあ、最初の方にここあの花火みたいな匂いがするって言ったじゃないですか。ここからそれが中からもするんですよ、この商品実は。ここから、うん、今消えてます。どうやって消したかっていうと、説明書にも書いてあるんですけど、2回から3回、沸かしてお湯を捨ててくださいって書いてあるんですよね。で、うち4回やったんですけど、4回目でちょっと匂いが消えなくて、まあ、私が結構敏感だっていうところもあるかもしれないですけど、クエン酸で沸かしました。で、ちょっとミネラル分取ろうかなと思って、クエン酸で、マックスに対して 30g クエン酸入れて、沸かして2時間以上放置っていう感じで、水垢取る時の作業をやったんですよ。それやったところをかなり軽減されて、まあ、普通に使えるところまで行ったんですけれども、それでもまだですね、若干敏感な人は分かってしまうんですよね。多分製造過程でのこうステンレスがですね、ちょっとこう熱加工するときに多少焦げる匂いなんじゃないかなと思うんですけれども、多分使っていけばなくなっていくと思います。ただそこがどうしても気になってしまう方っていうのは、まあ、そもそも、洗濯から外れてしまうのかなっていうような印象でした。まあ、価格帯見ても、まあ、機能に対する価格帯、まあ、1万円ぐらいですね、これが。で、1万と、2000円ぐらいが、2999円とかが定価だったかな。で、いつも、オフになってて、だいたい1万円ぐらいで買えるという感じの商品だったんですけど、もっと安い商品が結構あるんですよ。で、その安い商品の機能がどれぐらいなのかっていうのは、ちょっとここではわからないんですけれども、デザイン性でいけば、まあ、だいたい似たような感じのデザインの、同じぐらいの容量のケトルがあるというところで、なかなかピンポイントでこれいくかっていうと、私のようなこうインフルエンサーがお伝えして会社とか好きになってもらって、まあ、買うっていうような感じだと思うんですけれども、最低限コーヒー始めるときに、まあ、電子ケトル欲しいなっていう動機で買うっていうのは全然ありな商品だと思います。まあ、ただそのコーヒーをこれから突き詰めていこうとか趣味にしようとかもっと深くいきたいっていうときは、まあ、ちょっと役不足かなっていう感じはしました。はい、といったところで今日はですね、レアコの電子ケトルを使ってみました。まあ、興味出たなと思う方は一度ですね、商品ページ概要欄貼っておきますので、そっちから飛んでいただいてチェックしてみてください。じゃあ今日はこのところで終わりにしたいと思います。またね。香りと街